アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、前回と一緒、デッキは一緒なんですけれども、まあ今回もね、百式をね、使いまして、前回百式があまりにもね、ちょっと不甲斐ない結果になってしまいましたので、やはりね、ニューガンダムは伊達じゃない。はい、ニューガンダムに見劣りする結果になってしまいましたので、今回も百式をメインに使いつつ、さらに今回はこのニューガンダムのね、武装の件につきまして、ご説明していければと思います。今回は、いつもと違い、このシールドミサイル F とこのビームライフルを持った、2通りのニュータイプだ、伊達じゃないニューガンダムを用意しました。はい、これのね、使い分けってのをしっかり見せていければと思います。まあ基本的にはね、やっぱ3つってなると、その判断が難しくなるので、初心者のね、やっぱ僕はその初心者に優しいガンダムオンラインっていうのを、ずっとね、当初からガンダムオンライン始まった当初からね、心がけて、はい、初心者のためのガンダムオンライン講座というのをね、ずっとやらせてもらってますんで、はい、なのでね、どうしてもね、迷っちゃうという方はもう捨ててください。ここの、一つは、はい、あと何か言うことあったかな。なぜ僕がね、この連射式フィンファンネル、まあこれね、押してるかというと、そのまあご存知の方はね、もう多いんですけれども、知らない方のためにね、今一度ちょっと軽く説明させてもろいます。まあこれなんですけれども、一番下の部分ね、シールドを構えたままの使用が可能。はい、これが決め手ですね。撃っている最中にも、まあ、打ち合いになった時、撃っている時もずっとシールドを構えてられるっていうのがもう最大級のメリットですね。他にもね、ニューガンダムだけじゃなく、この特性を持った、モビルスーツっていうのは、何体かいますので、それを利用しないわけにはいく、それをね、使わないともったいないので、僕とかは特にそのシールドが本当新品のままね、撃墜されることが多々ありますので、そういうのもあって、この連射式フィンファンネル発信っていうのをね、やってますなのでね、本当試してみてください。初心者どものやつらは。はい、では今回もね、百式メインに大規模戦参戦していこうと思います。はい、本日のフィールドはニューヨークですね。ここはですね、やっぱりね、3番に集まりがちのフィールドですね。そうですね、3番に、集まりがちですよね、皆さん。いかにね、隙をついて、1番を取り、拠点へ届くかどうかっていうようなマップとなっております。南側のね、拠点への突は、まあ、基本的には通らないものだと、思っておいた、おいていいですね、これは。ただ、サブフライトシステムが、あれば、一応行くことはいけるんですけれども、百式で行きます、最初は。いや、最初は、そうだな、ちょっとここですごい混戦になりますので、シールドミサイル付きのニューガンダムをここで披露しようと思います。あ、もうフルマックスで3番取りに行くな。これは、まあ、間違いなく44人いれば間違いなくエテポンゲリーハプティズム行きます。間違いなく取れるんですけどね、これは。けどもしね、けど違うところに敵が集中した場合、完全に拠点ネズミ入られちゃうかもしれない。よし、まずはシルミサ発進です。ここは拠点を占領しました。
引っかかった引っかかった引っかかった。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、よしよしよし、出るよ出るよ、よしこれでいいこれでいい、これでいい。シールドミサイルっていうのはこういうことなんですよ。これがシールドミサイル。あー、玉詰まりが、これがあるから。落ち着け落ち着け落ち着け。なぜ取られている。3番40人もいたはずな。赤いモビルスーツ、本当に、あ、名前がモビルスーツで赤いモビルスーツだから、君はシャーか。あー、仕留めたい。仕方ない、欲をかいてはいけない。それそれせこいんじゃ。アトミックバズーカーに頼りやがって。それね、それじゃないとキル取れらへんねえな。ほらほら、ふざけやがって。そんなん、そんなんキルちゃうからな。それはアトミックバズーカーのキルはキルちゃうからな。覚えとけちゃんと。そこふざけるなよ。おじゃ来た、ひるめ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 。よし、百式は伊達じゃない。これが百式の良きところ。お、強い強い強い、百式が強い。ただちょっと距離、ちょっと距離を空けちゃうと、そのこのショットガンのね、弾が散らばりますので、そのびっくりさせないでよ。よしよしよし、大丈夫大丈夫、引こう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 、無理しちゃいかん無理しちゃいかん無理しちゃいかん。俺にもパンチくれパンチ、俺にもパンチくれパンチ、ナイスパンチナイスパンチナイスパンチ。いや、百式は百式いいぞ。今日百式いい日かもしれない。お席ひるめひるめ、強い強い百式。ちゃんと HP 管理 HP 管理 HP 管理マップ HP 管理とマップハクト。落ちろ、いいじゃないか百式くん、いいじゃないか。あー、ダメダメダメ、これはいかぬ。ヘイ、ナイスパンチナイスパンチだ。ありがとうございます。見せてもらおうか、連邦のモビルスーツの性能とやらを。シャーカ、落とせる落とせる、百式なら引いた引いた、した。あー、数が多い。これはしょしょしょ、いいいい、オッケーオッケー、ナイス判断ナイス判断ナイス。今の言ったろ、今の。終了させるか。ありがてありがて、ここは天国だ、天国の祠。あ、とっとと消せ。シャーカ、よし、で、この流れに乗ってくるぞ、前出てくるぞ。百式を舐めるな。おっしゃ、強え百式。銀図だぜ、任せろ、俺に任せろ。あ、やべえ、これ、あ、だめだ。やっぱね、真正面からやり合うのはさすがに不利、あ、ちょっと待って、ここまずい。
そう、真正面からだけはやり合っちゃいけないこと、それがあのナイチンゲ対ナイチンゲールの時の戦い方ですね。やはり天国に行こう、天国殴ってくれドリアさん。これフリーザのモノマネね、今。ドリアさん、修理が必要だと思います。二度とやりません。二度とドドリアさんやりません。キセメ、それは握手じゃろう、アリンコ。それは握手じゃろう、それは握手じゃろう。いや強いっすね。いや百式の見方変わるわこれ。やっぱ機動力とその火力、やっぱ近づかなきゃいけないっていう面もあるけど、そのショットガンしかないっていうところで迷いがなくなるよね。迷いが、あ、ごめん、ちょっと冷静な分析してしまい、ちょっと申し訳ない。ただほんとそう、ほんとそう。どうしよう、ちょっと今ここのね攻め具合、心の攻め具合がちょっとよくわからん。ちょっと後ろ抜けてないか、一人。やっぱ3番放置するわけにはいかんよな。3番をほったらかしにしてるとどんどん前出てきちゃうもんな。けど上結構押してるから、やっぱ中央と分かれて行くしかないよな。でさすがにそろそろ踏む意思を見せておいた方がいいか。俺一人じゃ何にもできないよ。みんなの力を貸してくれ。踏まれてるってことはいるんだよ。そういうことな。殺せやいい、殺しゃいいんだ、殺しゃいいんだ。さすがに、よし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 いい、今のはいい、許されると思う今のは。ちょっと北側も様子見ようか。補給艦壊せればよしということで。うわっ、やめて、あ、くつガンダム、ガンダムゴンじゃないけど、ガンダムはゴミじゃないけど。やっぱ3つあると迷うな。まあけどね、2つで決めきれなかった時は3つあったら非常にね。で玉持ちも玉のね心配も結構少なくなるんでね、メリットはあるっちゃあります。よし、続く、俺も続くで。フロートにしといた方がいいんかもしれん。あ、いいかもしれないか。いいかもしれない。裏に落ちる。お、ナイスナイス、味方かっこいい。それはかっこいいすぎる。今のはかっこいい。ビームライフルが当たらない。やっぱフルオートにするとそのロックオン値がねちょっと下がりますんで、まあこれ H 使ってるんですけど、やっぱ単発で打った方がいいかもしれないですね。
はい、連打には定評のあるエテポンゲなので、これ一気に相手の補給艦壊せないか。そこだ、行くぞ。ない、いるくらい、あ、レーダーか。拠点をいただいたぜ。どうする、いや、1番踏みに行くか。1番、なあ、2体3体か。3体はきついな。ニューガンダム、伊達じゃない。いいね、よし、上はいいや。3番いつの間に、やっぱシルミサイルの方が、シールドミサイルの方がいいかもしれませんね。これシールドミサイルの方が、あの、汎用性高いかもしれない。シルミサ発進で、あの、攻撃を展開できる。敵艦を落としといたぜ。一人になってる。一人で動いちゃいけない。来るよ。うわ、来るね。ナイチンゲール軍団が来るね。片っ端から潰していってやるわ。この俺たちのニューガンダムで。惜しい。もう3番は渡すなよ。ここいないか。モビルスーツの性能とやろう。回収しないと始まらんだ。いまいちちょっと出てこきませんね。ここはちょっと場所変えて。冗談ではない。あれ来るか。来い。シャアが出てきた。私になった不幸を呪うがいい。俺はあいつを逃がしはしない。違うやつだった。ごめんね。私にあった不幸を呪うがいい。チャンスタイムだ。拠点を占領しました。アムロ、行きます。やばいな、シルミサ補充。ちょっと待って、ここ、ま、囲まれて、ちょっと3番取られてる。3番取られている状況でここに単独でいるのは危険すぎる。いってらっしゃい。回復考えるか。ポットで一人いるくない。ここん、どこだ。なあ、あ、地下か。地下にいるのか。拠点を占領した。戦艦が来ている。連邦軍の諸君、戦艦の迎撃に向かえ。ここは何としてでも落とす。うまない、それそれうまない。くばず。回収しないと始まらんな。よし、オッケー。これで南はとりあえず一安心。ここは補給艦を叩いておいた方がいいな。補給艦は僕に任しておいてくれ。でやっ、いったき。お強いですね。皆さんお強いですね。よし、もうこうなったら突いっちゃってもいいかもしれない。
来るよ、ナイチン来るよ。あーしまった、また玉詰まりが、玉詰まり現象。ナイチンだけでもよし、あいいね、いいね、そう諦めない、諦めない、その心、その心、その心笑ってるね、その心笑ってるね。まあ、クロスボーンなんてね、あの間合いさえ測っちゃえばね、あのジムと一緒なんで、はい、クロスボーンなんてね、間合いさえ測っちゃえばジムと何ら変わりませんのでね、間合いに入れなきゃいいだけ。おい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 、ちょっと待て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 、次の標的は誰だ、ちょっとナイチンゲール、俺はナイチンゲールを許しはしない、これはダメ、これはいけない、多い多い、多すぎる、なめるな、よし引きつけろ引きつけろ、こうやって引きつけてることがね大事、こうやって引きつける、引きつけてることが大事、一匹でも多く、やった勝てた、今の拠点を占領しました、今のはでかい、今のはでかい、エゴだよそれは。よし、いいな、シールドミサイル、今後シールドミサイルを採用していこうかとちょっと検討するレベルですね、これ。よし、3裏にちょっとおるな。これは多分3踏んで踏みに来るでしょう。ありがとうね。よし、次。いいぞ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 、オッピー、よっしゃい、いけそうで届かないな、これやっぱニューヨークはそういう、この一瞬の隙、一瞬の隙を見逃さない、それが連邦軍の白い悪魔と言われたこの、ちょっと待って、クーバーズ当てなきゃ、ちょっと待ちたまえよ、ちょっと待って、あなたのような方が戦い続けるのですか、しゃあない、中で待とう、なんてやつだ、遊ばれてる、B 来てない、一人抜けてるぞ、もう少し頑張れ、みんなのために、なんか嫌な終わり方だな、なんか嫌な終わり方したな、ジオン公国に栄光あれ、うん、はい、まあ実にいい戦いでしたね、はい、22キル、
今回は百式、まあなかなかうまく使えたのではないでしょうか。これが百式の実力ですね。タイごときじゃ僕は喜びませんよ。はい、百式でね、ちゃんと、ひるみも取れてね、このなおかつこのニューガンダムのね、このシールドミサイルが非常に活躍できたのではない。ちょっとビームライフルもまあ悪くはないんですけど、やっぱりね、ちょっとここが被っちゃう分ね、その判断が難しいですね。やっぱ全然タイプの違うこのシールドミサイルを持たせるのが、いいかもしれませんね。うん。ただ百式はね、良かった。今日は良かった。今後もこいつは使っていきます。はい。ジオン軍のね、黄色いなんか変なやつより全然使えますね。黄色いナイチンゲールとかいうゴミおもちゃ機体のようないっぱい弾が出るだけのやつとちょっと違いますわ。やっぱ違いますわ。うん、100肩に100抱えてるだけはあるわこいつは。うん、はい、まあ、ガンダムはね、はい、頑張ってくださいってことで、今回は百式でショットガンのをナイチンゲール、百式はナイチンゲールない、百式の